皆さんこんにちは。情熱で奇跡の成長を導く日本で唯一売り上げを上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日のテーマはですね、見ているようで見えていないという話をしたいと思います。私はですね、本当に、たくさんの方のね、ご相談とかを乗ります。経営者の方も多いわけですけれども、話をしていて、私自身がですね、難しいなと思っていることはですね、もういろいろこうクライアントさんが喋っていただくんですけれども、自分が見えてないことに気づかないんですよね。もうちょっと言うとですね、自分のフィルター、自分のものの見方がこう固まっているというか、そういうことさえがこう気づかないということが、こう非常にこう、まあ、状態とか問題を難しくしているなというふうに思うんですよね。なので、この自分が持っているフィルターに気がつかないままですね、このこう相談に乗ってもですね、なかなかうまくいかないということがやっぱりあるんですよね。だからこの経営者自身がですね、こうちゃんと見てますよって言いながら、こう見ていない、見えていないっていうところを、まあ、どうやって、こう気づいてもらうか、見てもらうかっていうことが、まあ、私たちの役割だったり大事なことなんだろうなというふうに思っています。なので、この経営者、経営幹部がですね、自分のフィルターをちゃんと理解して、自分のフィルターを通すとこんなふうにこう見えてしまうんだということをちゃんとね、掴んでおけばですね、こう見ているようで見えていないっていうような、こう状態をね、回避できるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、それがですね、組織づくりとか、そういう、こうチームづくりに大事な、こうベースになることだと思いますので、ぜひ覚えていていただきたいというふうに思っています。いかがだったでしょうか。情熱で奇跡の成長を導く日本で唯一売り上げを上げるチームビルディングコンサルタントの岩見がお伝えしました。ありがとうございました。